思わず佐藤選手も振り返りましたけども、さあ大島選手がエリカさんキーパー、席を持ち替えようとして、こうなんか策士策に溺れるっていうような格好になってしまいましたが、作詞、ね、去年の大会で決勝ゴールを挙げた佐藤浩選手でしたから、ここはゴールならず、さあここでドリームズが決めれば決着ということになりますが、ルーキーの寺尾選手が登場です。見せてくれると思うんですけどね。さあルーキーの、おお何やったー、バックを手首の上、ここで回して、シュート、バックはドライ切れません。